今日は天の思いと共に歩むというお話をしてみたいと思うんですね。今西郷隆盛がですね NHK の大河ドラマで流れておりますけども、キーワードは敬天愛人ということになりますね。天を敬し人を愛すということであります。ここで使っていると言いましょうか、日本で天といった場合、天はですねちょうど神様かける仏様かけるご先祖様というようになります。まあ一般的には、神仏といいましょうか、神様仏様ということであります。まあしたがって今日はその天である神様や仏様の思いや心に沿って生きることの大切さということをお伝えしてみたいというように思うわけであります。まず最初にですね、天の思いに立って生きるということでありますけれども、その天というものを絶えず意識していただいて、つまり神様だったら仏様だったら今自分に何をなせと言っているんだろうかという考えることでですね、まあ私が修行しておりました時、玉城山という山がありまして、そこに玉城神社という神社がございます。これは紀元前37年からの伝統的なお宮であるんですね。大峰山系の中にあります。そこに宮司さんがおられまして、その宮司さんと私は3週間ほど、まあ、約1ヶ月ぐらいですねお付き合いしたことがございます。まあ、その宮司さんはいつもその神様に向かってですね、いろいろ、まあ、当然祝詞などをお唱えするわけですけれども、夕方になったら私は一体今日は一日神の思いに沿って生きることができたんだろうかと、あるいは神様の思いに沿ってですね本当に多くの人々を導くことができたんだろうかということを毎日振り返るんだということをおっしゃっておりました。さすがだなと思うんですが、まあ、その方はもちろん神様の近くにおりますけども、そうでなくても実際に天にですね見えない存在があるというように私は思っております。その見えない存在が一体自分に何を期待しどんな思いを向けているんだろうかということを常に意識して生きるということが重要だというように思います。次はですね、天の手足となって天の思いを実現するということです。神様仏様当然のことなら手足がありませんので、その思いだけはあるんですね。その思いを受け止めてですね、自分が、まあ、下請けならぬその天の代理人というか代理店になってですね、まるでメーカーの代理に販売する代理店さんのように、天の代理店としてですね天の思いに従って、行動するということであります。そうすると、まあ、例えばパナソニックの代理店であったりソニーの代理店であると、パナソニックはソニーは何を思い方針は何だろうかということを常に意識してその方針に従って行動するように、今私が向いている天神様仏様はどんなお考えでどんな方針で今私たちを動かそうとしているんだろうか、私にどう動いてほしいと思っているんだろうか、期待は何だろうかということを常に意識してですね進むということが大切であるというように思います。そして3点目は我が思い天に語れということであります。まあ自分自身も天に近づいておりますので、天と思いはそうずれてはいないですね。例えば人を幸せにする人が幸せになると言ったり、困ってる人がいれば救わずにはいられないとかですね、相手のバックを苦しみを抜いて楽を与えてあげようと、そういうように、まあ、考えるようになるわけですけども、それではそういう思いや自分がそういう体質になった、心の体質魂の体質になった上で今やろうとしていることは何だろうか、それをですね天に発してみるということも必要だと思います。天に我が思いを発してですね、発していますとそれとなくいいとか悪いとかそれでいいよとかなんとなくそのような波長波動を感じるわけでありまして、我が思いを天に発しながら日々生きるということが大事だというように思います。次にですね、天の支援援助を常に受けて進めということであります。天の思いに従って動いているわけですから、メーカーの方がですね代理店さんの方を見守っているように、その天はですね自分のその思いというものを実現するあなた方をいつも見て
見つめているに違いないというふうに思います。ですからそういった存在がいつもいるんだと、自分を支援してくださっている存在がいるんだ、あるいは自分のことをうまく頑張ってくれというようにバックアップしてくれる存在がいるんだということを意識してですね、その存在の支援を引き出すように自分の行動をいつも正してですね、その天の思いに従うような生き方をしていくということが重要だというふうに思います。まあ、よく私の周りには生かされているということをおっしゃる方がいます。生きてるんじゃない、生かされているということであります。したがってですね、目に見えない存在というものを常に意識して生きる習慣というものを身につける必要があると思います。自分はいろんな方々の、いや、いろんな神々の支援によって生かされているんだということを意識してですね、そしてその生かされていることへの感謝の思いをですね高めて、その想念を天に、そして人々に発信して生きることによって、天や人々は必ずあなた方のその幸せなる方向を導いてくれるものと信じております。以上です。